の。あ、違う。一人抜けて、あ、ね、その位置をカバーするためにカバーしようと思った結果。えらい。カバーしようとして。そのセンターのポジションやったことあるんだけど、忘れど忘れして。何のポジション？母校とか。あ、よ、え、な、何？そのさ、それ以外母校以外ってダブ、大体ダブルセンターやんか。うん。でも母校って完全なるセンターやから、かここに入らなあかんわけ。え、今日センター？え、今日母校やろ？あ、そうやけど、その抜けたから一人。はいはい、7人でやっとってんやんか。あ、僕を、うんうんうん、僕をじゃあそれ途中経過から、はいはい、僕をね一番でやったことあるのにど忘れして、どこやっけってなって焦って、どういうこと、どういうこと、僕をで一番って、あ、そういうことね、あ、そういうことね、いただきます。もうそういう時はセンター立っとけばええねん。うんうん、でも、え、あ、そういうことか、それ隣やもんな、負担が減らせるのはそっちかなと思って。偉いな。うん、お腹すいたね、ほんと食べながら言うけど、食べろ、うん、今日お寿司食べたいなって思ってたし、ワンチャンお寿司かもしれへんって思ってたら、ほんまにお寿司だった。え、お寿司食べたん？始める前にこれも食べたん？え、この、あれやん、あれ、かっこよやって。最近はどこだしてんの？あの、邪魔。わかる。呼んであげるわ。今日はいろいろ大変でしたね。お疲れ様です。さすが顔の濃すぎて。イケメンやん、天才やん、さすがやん。ええもん食ってる。お口が可愛い。七歩公園お疲れ様。全部やまんの。ゆうな練習して、ゆうな配信してた。うん。料理の。そう。何食べたの？野菜やさ。え？野菜やねん。野菜、ポキ丼と、うん、何の？そう、じゃがいも、めちゃめちゃ美味しいじゃがいもと、うん、買ったやつこれ、なんか、じゃあ、買ったやつ昨日、おとついのやつけてさ、うん、そう、なんかな、うん、ゆいなと、うん、おひつみんなが話した時に、うん、ゆいなが女の顔になってた。内容も内容やからね、うん、内容も内容、いつ喋ってる時、うん、普通に喋ってる時ちゃう、配信とか、え、なんやろうな、あ、普通に、そうか、そう、普通なんか二人でキャーみたいな話してる時はこうなるけど、え、でも普通のテンションこんなんじゃない、うん、勝手にそう脳内がみんなうちに対してうるさいになりすぎやね、うん、友達って感じ。うん、そうやな。うん。ガチ友。そう、ゆい。女の顔してるってほんまに言われる。どういうこと？嘘。でも、え、なんでやろう。でもさ、か、なんだろう、着飾ってない。ちょいとこじっちだって。あ、本当に？ありがとう。噛み切れへんこの肉。うん、ノースビーフやからじゃん。なんか。もう数やからかな、数以外と女子、うん、そんなことない、うん、ほんまにびっくりしたよね、あれめっちゃおろいやん、うん、カレンダー見してきたやつめっちゃおもろい、カレンダー秋のこの日勝手にあの予定入れといたいや、なんかさ、もともとさ、なんとなく予定ったよ、なんとなく言ったの、なんとなく言ったのは知ってるけど完全には決まってなかったよ、あの時。そう、そのなんかその週に遊びに行こうやみたいな言ってて、そう、そうやったよな、その週に遊びに行こうやって言ってて、うん、でもなんかワンちゃんその日行けるよなみたいな言ってたけど、そう完全には決まってなかった、気づいたらなんか予定入れられてた、勝手にうちがカレンダーに入れてたからその日遊びます。めっちゃおもろいね、頑張った。最近マジでユイナとしか遊んでない、だってさ、だってさ、この前ライブ終わった後次の日遊んだやんか、うん、そうだとさ1週間さ、うん、会えへんな、13日までこう会えへんなみたいな話しとってさ、うん、で全然なんか、え、1週間会うのやばいなみたいな、うん、なっとったやん、うん、え、昨日と今日2日連続だってんの、うん、おもろすぎ、なんかね、めっちゃおもろい、そう、優しいんですよ、昨日うちがさ、うん、
あのいい時間出る時間が早かったよな、そう出る時間が早くてこの人のいい時間とかぶってなかったけど、うん、でも暇すぎて喋りに来たこの人、うん、あ、行きます、ここはショールーム、このショールーム、うん、うん、時間的に無理でしょ、うん、そうそう、もうめっちゃおもろかったな、めっちゃ冷たいご飯冷蔵庫入ってた、最近急にん最近急にここの辛みが多いからみんなびっくりしてるよな絶対、うん、だってさえ、11… え、でもでもね、考えてん、うん、考えてじゃあの、うん、ちゃんと聞きます、うん元気ないちゃんと喋り出したのは、うん、ほんまに最近やなと思ったね、確かに、でもさ初夏の時とかもさ新鮮、いや新鮮組は違うかったけどさ、うん、初夏の時もさ弁当余ってた余ってたの食べてんの、お寿司余ってた、うん、あ、じゃあいいよ、もういける、行きますよ、出て、バイバイ、はい、一緒一緒一緒、え、どういうことどういうことどういうこと、え、そっち、そっち行ったらいいですか、バイバイ、え、うちあっち行けばいい、それとも一瞬あっちに俺行かせてくれってこと、こっちはあかんのかーい、こっちはもうちゃんとやってるわ、ちゃんとショールームどこでもいいですよ、めっちゃ最近付き合ってるとか言われるよ、はい、ないないない100ないないない、誰が、え、めっちゃ付き合ってるみたいな、誰と、うちと、ない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 え、ミカにあいなえ、言っていいかないいやろ別に、なんかミカナがそのうちがユイラと写真をめっちゃ載せるときにストーリーの返信で絶対え、あんたら付き合ってるみたいな絶対言われんねん、付き合ってへんよ、うん、帰ったらラーメン食べたい、え、やばいぞ、ね、これも飲みたい、さっき飲んだけど、やばいぞ、そのミカナに絶対え、あんたら付き合ってんのって言われんねん、めっちゃおもろい、付き合ってないっちゅうねん、何か言えばいいねん、自動送信ですって言われる、どういうこと、そう付き合ってるって毎回送られてくるから、それこれは自動送信ですって、うん、そういうことね、ミラもショールームしよう、最近はロゼ、ロゼ辛ラーメン作りたい、皆さんね買うの7本え、なんかやばいやばい、なんか 人のショールームかかった、応援ありがとうございました、応援ありがとうございました、応援ありがとうございました、皆さん皆さんちょっと一瞬ミラーおらへんくなった時あるやろ、あれ皆さん腹痛でした、言うんかいそれ、あったあったあった、あんま言わへんほうがいい、あんま言わへんほうがいい、皆さん今の話、あ、でもなんか普通に大丈夫ですとか、あ、大丈夫です、そのまま言うな、大丈夫です、心配してると思うから、そう大丈夫だよ、大丈夫です、そう、あのね、こう大丈夫、腹痛とか言わない方がよかったな、普通に大丈夫、心配してる方もいると思うんですけど、そう大丈夫です、全然大丈夫です、あのねあのちゃんと MC まで我慢しようと思ったけどダメだった、うん、7歩に SS の求めたんですよ隣で、うん、7歩お腹痛い言われたドンキのぐり 20% なんて、マジなんてのドンキがのぐりの、じゃあのぐりがドンキ 20% のぐりってのぐりっていうラーメンなんね、めっちゃ好きやね、うち昨日ななほちゃん腕、はい、あ、腕にテーピングしてたのはあの湿疹がひどくてあのそう治ったんです、治ったと思ったら湿疹がまた出てきちゃって、あのペンライト衣装は全部見えるからブツブツ見えたらちょっとダメやなと思ってつけてたんで、特に何も隠してるだけなんで、すいません、全然大丈夫です、薬は塗ってます、今日誕生日おめでとう、おめでとうございます、あら距離めっちゃ聞こえてた声、マジこいつ、え、違う私のアミラ、どっちで聞こえてる、聞こえてなかった、うん、もうすぐ誕生日です、バイバイ、お疲れ様でした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 、魂ここにある
にでも美味しいですよ。そう怪我とありがとうな。うん、そう怪我とかじゃなくて私アトピー体質なんですけど。え待って一緒。そう膝あの今はだい膝の裏とかもやばい時期があって一緒。そう薬塗ったら治んねんけどここだけ今やばくて。えほらどれ。あこれはメンバー特権として見させていただいて。めっちゃ痒いね。できてないマシやねん多分今。あ今マシよ全然見して見して。めっちゃ痒い。帰るの？バイバイ。バイバイ。バイバイ。なんかね皆さんの今日の公演では川野奈々穂さんがいっぱいスキンシップ取ってきて。え何のこと言ってすごい妄想。なんかねすごくあの途中経過で奈々穂と結構目合わせるんですけど。え最悪も途中経過の裏声裏返ったのが今だに蘇る。あーめっちゃ嫌。待って全然裏返ってへんこと。じゃあね東のがな、うん、東のみたいなんで最悪やって。あんな声届く町の端にはうまくいって誰にでもあるよ。そやらかしてもうだと思って明日明日皆さんもねそれはだあ聞いて聞いて今日で公演出演回数240回やって、おめでとう。あともうすぐほんまにミスった最悪マジでよ本当によ。美和子のこと睨んでたで。えそれな何で睨むの。なんだほあのね私は不意に考えるんです。なんでこんないいメンバーが卒業するのか。いやなんかさ自分が卒業されたのってさ、うん、めっちゃなんかまあほんまに卒業すんのみたいな。めっちゃ言われる。なんで自分もちょっと違和感。なんで卒業すんのめっちゃ言われる。そういろんな人に。未来ね来年だってさもう来年にはもうさすがにおらんやん。来年の周年コンサートには自分、うん、確実におらんやん。もう考えられないの。考えられない。どうする。そう一人反省会マジで反省会自分の中でちょっとあの反省会することってめっちゃいいことやからほんまに反省してるね、うん、なんであんなに私は間違えてしまったのかって思う。7本星の方メンタル大丈夫。どういうこと。未来メンタルやられちゃう。どういうこと。何のメンタル。7本が卒業するからメンタルの保護がいいな。あー花粉症つらい。そう花粉症なんですよね。もったいないけどそれがもったいないような。とりあえず奈々穂にはねあの卒業するときちゃんとレッスン着とかレッスンシューズとかもらうんです。ちょっと待って11月って何日まで。30日までじゃない。ああちょっと分からへん。なんか西向く侍や。西向く侍が30までとかやん、ね、あ30日か。11月30日って31日ってなんか言ったことない気がする。確かにちょっと分からへん、未来ちゃんの笑顔の理由がなくなるのは嫌だよって。未来に言いたいことあるわ。後で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 。なんかそんな期待するようなね。普通にただただ自分の発見を言いたいだけ。皆さんの告白です。皆さん自分の違う自分の発見をただただ言いたいだけやね。告白です。皆さんの違う告白されます。違う自分の発見を言いたいだけ。え、どう思いますか。こんなすごい目を輝かせてるけど違うから。大胆。違う何の勘違い。七穂って大胆ですね。七穂って大胆ですね。七穂って大胆です。むちゃくせはあの本当に今回やばいんですよ。あむちゃくせちょっと今回見ないでください。七穂卒業するからって大胆ですね。本当私まだいるの。むちゃくせ見ないでください。はい。あれあんたフルボあれそうだよ。むちゃくちゃ本当に見ないでください。何あーオッケー。むちゃくちゃは見た方が。いや絶対見方がいい。うちも見たくない。見た方見た。あ、事故だったで。うん、知ってる。こんばんは。でもうちどうせ乗らんから。あ、それじゃゆっくりしようぜ。未来もむちゃくちゃ。めっちゃ甘い匂いする。ゆいなもめちゃくちゃ出ます。今日なんか違う香水さ、釣ったらさ違う匂いする。あんまりなんか鼻詰まりなくて昨日よりは治りました。なんか女がつけてるやつ。おい女やわ。違う違う。ゆいなお前すぐよそやって違う。なんかゆいなみたいな、じゃゆいなみたいな人がつける香水でやった。おえめっちゃわかる。痛い痛い痛い。ごめん未来がつけるような香水でも。めっちゃごめん今の引っかいた。例えば誰やろ。誰やろな。これは誰やと思う。でもお酒みたいですよね。姉さんとか。あ確かに痛かったな。めっちゃお酒みたい。お酒じゃない。あんた見た目が多分ちょっと見えちゃうよ。お酒みたいな。そうやな。こうしとく。そうやな。こうしよう。あ、じゃあ、あれガムテープ貼って次から何。うん、今日なんか
おしゃれなレッスンに。おしゃれ？これでおしゃれと思うの。いつもがいつもがダサいことだよね、めっちゃ。なんかあの踊れそう。え、そう。じゃあね、今日全然踊れへんかった。今日みんなテンションどうした？みんなちょっと今日おかしいから。キリンでもエネルギー溜まってる。ちょっとさ、寿司郎行きたい。エコよ。エコ。あそこでもじゃあでもつまし充電器じゃあ食べ歩きかな。あれなんていうのあれ？自動販売機？そう。自動販売機。いいや、アルコや。あ、ありやな。アルコ一時間。しゃぶしゃぶはちょっとあれやけど、うん、寿司ぐらいやったら入るよな。確かに。ここでその日のスケジュールプランを立てる。今から寿司郎行きます？え、日本食べたいねん。あれを。え？キリンさん食べれるねん。日本見とくで。そのままのやつとついてるやつやポテトが。うん、見とくで。日本食べれるんでほんまに、うん、一緒に並ぶけど見とくな。おいしい。寿司郎の時はどっちがおごるの？え、こっち。はい。え、待って待って、怒ってくれんの？あんたにはおごらんで。あがれゆいなんやおごる。そう。でもくら寿司はうちがおごる予定やねんけど、この後くら寿司行かんから行かへん絶対。基本そんな勘違いせんといて。寿司郎どこの寿司郎みたいな。何まで今度ののほちゃん推しみんなで寿司郎行く。おー、仲良し仲良し。じゃあ出口押し連れてった方にはぜひ奢ってあげてください。寿司な、寿司大好きやね。毎日寿司でいいぐらい好きで。え、未来も好き。最近はサーモンが大好きで、なサーモンばっか食べてるよな最近。次でもレイちゃんとサーモン行く。あ、お前やな。皆さん奢ってくれる？いいの？めっちゃ食べる。寿司郎派。ミラコも寿司郎派よな。え、もう未来も寿司郎。美味しいよな。ミラコとこの前寿司郎行った。そう、あの。うちがめっちゃ食べたやつ。普通のが炙りはちょっと甘すぎ。閉まるギリギリまでおった。そう、やばすぎやろ。めっちゃ痛いな、うん、え、でもユイナと前遊んだ時はマジ時間の経過がおかしかった。え、もうこんな時間やばいよな。今かあれはやばかったな。ぶっ通しちゃってるな。本当に延々喋ってた。びっくりした。お前なんかお店帰ってもぶっ通しちゃったからびっくりした、うん、なんかあれもこんな時間ですかね。花粉症やばい。なるほど。たくさん食べていいですか。なんかさ、うん、皆さん外のさ景色色がわからんかったからさ、そう光でな、そう出てさ、うん、え、もうこんな暗いんやってのな。分かる。サーモンマジで好き。サーモン。でもなんかじゃあ、はいはいはい、え、ミラコさ結構さ渋いの行かへん。え、そう。じゃあミラの好きな食べ物なんだ。イワシ。ち違う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 。何てかな。縁側。あ、それそれそれ。サバ。縁側好きな。びっくりして一番最初に頼むのさ、ここオニオンサーモンや、うん、あの人縁側頼むね。なんか渋ない。でもね、あのユイのさっきさショールームでな、なんかナナフがな、後で未来に言いたいことあるわとか言ってきて、え、違う、あ、違う、ユイナに言いたい一番。未来は別にどうでもいいね。たまたま未来はあ おるから言いたいなと思う。ユイナに一番言いたい。皆さん、ナナフさん、あ、ユイナに一番あ、うちが泣くやつ。あ、違うじゃなくて、え、嬉しい発見。違う、嬉しいとかじゃなくて、うちの発見。え、何の発見？笑うと思う。確かにってなると思う。おでこが広い。ちぃーって やりたい。みんなここ仲いいメンツすぎて。こっちでいいの？そう、あの、あ、これで、ヒッピーも持ってよ。立てなの？そう、みんな立てで今やってる。だからそれは私が一番知ってるから。うちが言ったから。ねえ、何の、え、待って待って待って、うちそうやって言った。言ったよ。言ったっけ。うちの LINE の内容忘れられて。しすぎて覚えてない。ユイナと LINE1 日だけせえへんっていうのがもう違和感でしまって。ごめんなさい、ナナホとユイナがうるさくて。だってさ、昨日さ、今日か、1日 LINE しーひんからなんか変な感じやわって言って、あれ半日しか LINE しないから。ちゃんと違和感。そう、いちいち LINE して、うちも違和感やなと思ったけど、うん、言うて、いちいちも立てない。うちもほら、そう、あの、今日はでもちょっと、な、今日楽しかった。そう、今日の LINE の内容、今日幸せでしたか。今日一日幸せでしたか。意味わからん。未来にうるさい言われてるの、確かに。うん、めっちゃ、あ、待って、映ってた、無意識。え、でも、ここいるときうるさいよな。ここがうるさい、ここでおるとうるさいわ。でもこの人の方が喋るで、うん、うちずっと聞いてるもん。めっちゃ口止まらへんかったよ。え、こで聞いて高橋さん。もうごめんなさい、うるさくて。あんたが隣入ってきたやろ。可愛くない？可愛くない？ナナホね、私のことめっちゃ好き。違う。好きじゃない。卒業するからってさ、
好き好きでもな、あでも未来は卒業したら7本絶対合わへんやろなって自分で言ってるもん。でもここもずっと言ってるもんな、それここは合うと思う。あえ週一に普通に旅行行ったりしそうやもん。しようや。え7本しの方はさ寂しくないの？7本卒業する寂しくないとおるの？では、あじゃあ分かったさ、分かったさ、分かったさ、あれ教えるわ、7本のさあれ LINE 教えてあげるみたいな消すわ一回消すわ、帰るな。でも LINE スタンプがめっちゃあるからさ消さない。あれうちあの バックアップして無理なんか難しいな、あれな、なんかね7本ねすごくかわいい。めっちゃ経ってんねん時間。いいやん、たまにはしようや、そんなだってあと何回よショールームできるの、毎日しろこれから毎日アイドル。でもそろそろ終わろうかなって思います。時間的にちょっと今日さ、そろそろ昨日めっちゃ寝たんよ、うん、夜な、うん、で韓国語のテストの勉強しながらまた寝て、作ろうと思うけどミラコがいい。今日もお昼寝した、やばめっちゃ寝た。ミラコがいい、どっちでもいいんですよ。好きなケーキ教えてください。ちょっと今日はちょっと時間が時間なので終わろうと思います。そうだ、13位がクラちゃん、ありがとうございます。12位がハヤトさん、ありがとうございます。10位がの11位が野原慎之介さん、ありがとうございます。10位カナピー、ありがとうございます。9位がマッチーさん、ありがとうございます。8位がタカさん、ありがとうございます。7位カンツキさん、ありがとうございます。6位がスじゃあひまりちゃん、ありがとうございます。5位がアスミちゃん、ありがとうございます。4位がマツンさん、ありがとうございます。寒い寒い。3位がマムちゃん、ありがとうございます。2位がユンちゃん、ありがとうございます。1位がマコちゃん、ありがとうございます。マムちゃん、ありがとうございます。違う、お寿司食べたい。また寿司を食べような、おごりで。私もお寿司ローが食べたい。スタッフさんにもよく言っています。ではまた次いつ配信やろうな、多分13かなの昼夜、昼夜配信したいと思うので、その時にまた、みんな心の準備はいいかい？またね、バイバイ。